深作の屋根裏部屋。どうも深作です。どうもです。深作です。よしです。よしみです。よろしくお願いします。お願いします。若手の気持ちでね。はい。手柄なんですよ。いや、ほんますよ、本当に。元気いっぱい、若手の気持ちで。そうやで、お前やつだけ、お前。まあまあ、いや、そうですけど、急にどうしたの？やっぱりこの夏本番迎える前にね、はい、もう一回ちょっと砂締めといた方がええんちゃうかと。砂締める？砂締めるんだよ。砂締める？縄でもいいよ。砂？紐でも、何でもいいんだよ、それ締める。あ、何でもいい。締めたいのよ、俺は。とにかく？とにかく締めたい。って言ってる時に、爪がいないんだよ。爪おらんな。どうしようもない、これは。まあまあ、これはね。そうなのよ。うん、でね、はい、俺は悔しいのよ。あれ？悔しい。今日これ月曜日じゃないですか、はい、あのオンエアが、はいはいはい、これ公開してるのはね、うん、でもリアル今、うん、土曜日、土曜日よ、うん、もうこれが公開されてる頃にはライジンの結果が出てるという、うん、悔しい、出てる、話せないと。そうそうね、生放送が良かった俺は。なるほどね。ぐらい、いよいよ明日なんです。でももう終わってんの、うん、ぶっちゃけ。どうなんすか今気持ち的にはね、うん、マジで今日さ、はい、このラジオの収録と、はい、実はこの後1本撮影するじゃないですか、うん、はいはいはい、ま、結構昼ぐらいかな、うん、までリアルにバラそうかなと思ってた。今日もいや、もう気持ちが入り、俺ちなみにもう昨日の夜中ぐらいから汗ばんでるんだけど、うん、汗ばんでる、そう、おいで、もうすごいのよ今回、やっぱり超スーパーライジンって言って、うん、まあまあすごい盛り上がってて、はい、ライジンさん側 もう気合い入ってて、ものすごいプロモーション売ってて、うん、もう物語をすごく作ってるわけ、うんうんうん、確かに。そしたらもう汗ばんでくるやん、うん、しかも今日公開計量っつって前日、はいはい、試合前日のっていうのがあったから、うんうん、15時半ぐらいからなんかね、そう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 、はい、もうそれ見たらもう無理だよと。あ、まあちなみに皆さんはご存じないと思いますけど、当日は休みですからね。そうなの、カジサック。そうそうそう、それちなみにもう1ヶ月前から言ってるんですよ。明日ね、うん、そうリアルで言うと明日、みんなここ予定入れてええよと、うん、そうそうそう、うん、まあその返しで誰一人、うん、何言ってんすか、僕たちも見ますよ、僕も見ますよって一人もいなかったですよ。まあまあ確かにそれはね。リアルにどうなんすか、見たんですか、見たんですかっていうか、見るんですか。ね、ガチぶっちゃけ、うん、たまたまなんですけど、うん、ライジンさんのチャンネルで、うん、みくるさんと、うん、平本選手のメインカードね、はい、のドキュメンタリー40分ぐらいの動画やってるかな、はい、うん、それをね、うん、何の気なしにちょっと再生して、いや、まあこれ俺の影響やで、これ、うん、何のしなしに押してもうたら、押してもうたらやっぱね、うん、あ、おもろくて、やっぱ最後まで見ちゃった、最後まで見ちゃった、これ盛り上がってきて汗ばんでんじゃないの。話しただけどうやな。いや、だからメインカードは見たいなっていう気持ちになってます。なんすかそれ。あ、メインだけ。はい、だからそこの物語だけもがっつり見ちゃったんで、そのためだけにペーパービューを買うってこと。わかんない、それもまだわかんない、うん、見たいなって思ってるっていう気持ちで、なんかもうね、相当本気で厳しくなるらしいよ、あの違法アップロード。ああ、なるほどね。本当にライジンさんからしたら、マジでそもそもええ加減にせえっていう話やけどさ、まあどうせあれやろ、お前たちも罪になるからな、ちなみに今回から。まあ、それを見た、見た側も。そう、まあ、前回からもふわっとはしててんけど、言うてたとは思うねんけど、もうすごかった、今年は。もうほんまにええ加減にせよと、うん、もう弁護士も立てて、うん、見る側もね、うん、ってやられてるから、まあ、映画とかもそうですもんね、うんうんうん、見た人も罪になりますよっていう。だってね、僕以外のメンバーは違法アップロード民じゃないですか。なんちゅうこと言うねん。違法アップロード市長民じゃないですか。違う違う違う、違法アップロード上げ民ですから。上げてる側、上げてる側です、僕が。大体僕ですね、映画とか。あ、そうなんや。大丈夫なのこれ。直ちにお前、はい、警察行けよ。そうですね。警察行く前にここをやめてくれ。まずね、ここに罪が来ちゃうから。あ、じゃあトンボは見るかもしれへん。見る可能性は相当高いです。ただそのかなり長い時間やられてるじゃないですか、うんうん、それを全試合見ようって
とはなってないです、さすがに。なるほどな、うん、開作チャンネルに出てくださった選手いるのに。それはもうそんなんもうね、俺だけじゃないですから。それはえ何ですか。俺だけの話じゃないですからね。いや今僕はトンボさんに聞いて、俺に聞いてんすか今。いやだってあなたの目を見て僕に話してる。そうそう、トンボさんっていう。そうですよ、うん、トンボが今も単価切って、うん、なんか、うん、前出てきたから、うん、俺はトンボとお話をしてる、うん、前出ちゃったな。そうですね。いやいや、もう俺が小部屋でね、うん、本当にすごい選手なんで、すごいって紹介させていただいて、ありがたい、うん、出ていただいた方も、うん、とんでもない物語のある中で試合しますけど、その方はじゃあ見ないっていうことですか。そんなことはない、その方も見ますよ。そら誰ですかちなみに。新龍さんね。いやボケへんのかい。必死だから。びっくりした今。知ってますから一応ね。レイセフォー待ってたんだ。出たことないわレイセフォー。そう、新龍さんも出るから。そうそうそう。でも今気づいたからよかったじゃないですか。そうですね。どうなんですか。絶対に見ます。おえ！それ今まで出てくれた方もいらっしゃるんで失礼じゃないですか。ちょっと止まれお前。何が？これ今安武やってますね。安武というかもうお前こんな分かりやすいお前。むちゃくちゃ目嘘ついてる。何がですか。バッキバキ。もう今黒目だけになってる。年に1回あるかないかぐらいの安武のバレなきゃいいモード。年に1回ぐらいのペースあるやん、うん、ありますバレなきゃいいもん。突っ走るやつね、うん、悪い。今年ここやったやん。どうなんですか吉富さんは。僕はまあどっちかというとまあ出る側で行きたかった悔しいあれなんで、悔しくてちょっとどれなんか見れるな。見たい気持ちはあるんです。一番刺さった。なんでだよ。一番刺さった。なんで刺さった。じゃあしゃあないと思った。なんでだよ。だっていいとこついたな。むちゃくちゃ頭悪いじゃねえか。 M1 とかもそうやわ、まあね、な、命削って頑張ったけど、はい、2回戦下で敗退とかしたら、うん、もう決勝なんか見れるかってなる。悔しすぎてね。わかるもん、はい、っていう方もいらっしゃいますもんね、うん、テイクに。俺も敗者復活行ったことあるけど、うん、そこで敗退した後、うん、俺見られへんかったもんその場で、うん、あー確かにね。もう現場バーンって、うん、それと吉富全く同じ。そう全く一緒です。じゃあしゃあないわ。しゃあないかよ。アホなんでだよ。好きすぎてアホになってる。リュウジは僕は買おうと思ってます。おれあのはいペーパービュー、はい、えマジで。はい、の珍しい。お前が一番見えへんと思ってたけど。そうですね。でもやっぱ朝倉未来さんとこの平本姉さんっていうのがずっとこう盛り上がってたじゃないですかね。確かにね、うんうん、それやっぱさすがに見たくなりますね。映画ない、まあ、常は 120% 見ないから。120ですね。オリンピックはみんな。オリンピックも全然、ね、俺だから最近聞いてびっくりしました。間もなくオリンピックだって。こんなんやったっけ俺らってさ、うん、ちっちゃい時ってむっちゃ好きじゃなかったオリンピック。いや、うん、僕は全然そんなに。昔から。昔からだってさ俺らファミコンあったやん、うん、はい、でオリンピックのゲームもめっちゃハマって。ハイパーオリンピック、ね、そうタカ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 って連打する定規とか使ってさ、うん、ね、あんなやってなかったの。あれはやってました。じゃあオリンピックへの熱はやったんちゃうの。いや、まあ、そのファミコンの鼻で笑うの。ちゃちゃちゃ、ファミコンのオリンピックでオリンピック大好きっていう感じにはならなかった。え、でも夏のオリンピックだから、うん、体操とか卓球とか中国強いのいいんすか。ちゃちゃ、俺日本や。はは何が。え、お前日本なの。いや、俺日本ですよ。あれえ、なんだと思ってたんすか。スタートモンゴルで、うん、でインドネシア、うん、中国じゃなかったっけ。どういうやつな。日本そのインドネシア。ソウルの話してます。今魂お母さんはロシアです。ロシアじゃねえわ。えロシアじゃねえわ。最後フで終わる名前じゃなかった。オカフじゃないんですよ。チコフみたいな。違う違う、ヨシエなんですよ。ヨシエフじゃない。ヨシエフ。ヨッちゃん。よっちゃん、ヨシエフじゃない。あ、そう、昔からオリンピック全然、その、そうですね、オリンピックでうわーって盛り上がったことない。だって最近でもさ、やっぱりさ、え、みんな逆にめっちゃ盛り上がってる。盛り上がって、いや、昔は盛り上がってたよ、俺泣いてたで、うんうん、あの日本のリレーとか、うん、マラソンとかもそうやけど、俺はもう特にリレーが好きで、うん、はいはいはい、一回日本が銅メダル取った時あったやん、うんうん、あのアンカーが朝原さんの時、うんうん、はいはい、俺なコスロード見たら泣いて、えそれすらもう記憶にないの。全然、だから柔道のね、はい、吉田秀彦選手とか、はいはい、同郷だったりするんですよ。もう大武士っていう出身も一緒、ゴリゴリだ、
もうゴリゴリ、うん、だからそういう方が出られた時はさすがに注目して見てました。うわ、オーブの人出るんやみたいな感覚で。そんなお前地元大事にしてる人ちゃうやん。いやいやそんなお前確かに待ってください、急なことない、待ってくださいよ。なんか昔はそうだったんすよ、僕も地元が地元でオーブ、例えば飯田聡選手とかね、ボクシングでいうと地元オーブ市の人やんってなったら、うん、それは応援してましたよ、さすがに。でもオリンピックまで来るとさ、うん、その同郷とかじゃなくてさ、うん、やっぱ日本を背負って出てくださってる方々じゃないですか、うんうん、関係なくない、あんまり。まあもちろん同郷やからこそ応援の熱を上がるのは分かるけど、うん、なんか街がそうやって盛り上がるじゃないですか。ああなるほど、うん、そうそうそう、だからもう嫌がおうにも、うん、もう見よう。北島康介さんの時とかめっちゃ早く、うんうん、なんやったらもう、うんうん、超気持ちいいって。いやだからもちろん知ってますよ、うん、知ってるけど、そんなもううわもうテレビにかぶりついて、うん、北島康介頑張れなんてやった記憶はもう。リアルタイムでも見てないんや。全然、あ、見てたかなぐらいの感じですわ。あーそうなんや。みんな見てた？見てます。いや見てますよ。え、そんなうわーってオリンピック、うん、いやだってもう視聴率も 40% とかそんな感じでしたよね、昔は。そうやった。うん、みんなで見て。僕も見てます。へぇ、んちょっとね、およよ今のテンポ、およよやね。ほんまか。あ、まあでも剣道やってるからか。剣道スポーツ好きやから。剣道あるの？オリンピック。オリンピックはないですけど。けどけど、でも小学生の頃とか結構しっかり熱中して見てましたね、オリンピックは。何見てたの？やっぱり陸上とか、それこそ柔道。誰いの陸上は日本だってそこまで強くはない。日本というかその盛り上がりというか、うん、あ、じゃあどっちかっていうとスポーツの祭典として見てたっていう。そういうことか、日本頑張れというよりもってことか。え、マジお前ブブカは知らんやろ、リュウジ。ブブカ知っても、名前は知ってますよ。だから生でリアルタイムでブブカ見たいってならんかったの？全然ならなかった。え、ブブカが何の人かは知ってんすか？あれだろ、はい、棒高跳びだろ。ボケへんのか。どっち行きたいねん。アイドルのなんかあの情報、下世話な情報が載った雑誌とか。ブブカね、あったけど、あったけどあったけど、ブブカほんで俺乗ったことある。ブブカ乗ったことあるか。乗ったことある。嘘疲れてた。ゴシップしね。そう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 。へえ、意外やね。全然全然。だからうちがそうだったのかもしれないですね、その山口家が。ああ、お父さんも。そうなの。いやだからスポーツとかは好きですけど、そんな我が家でオリンピックみんなで見ようみたいなことにもなってなかった。まあみんなで見ようは俺もなってなかったけど、夜な夜なな、やっぱ夜中とかが多いやん、その時差の関係で。全然全然。俺ビデオ撮ってたで。ええー。いや、それぞれ、うん、その朝方やったりもするから、さすがに眠いし、うん、俺ビデオ撮ってた。はえー、これは見とこうと思って。まあ構成作家やったらそれせなあかんと思うけどね、うんうん、なんで。いやいや、情報として、うんうん、今の話ですか？違う、いや、まあ、今もそうやし、うん、前もそうやって。前って小学生の時？いやいや、今話の小学校だけじゃないし。おかしいよ。なんで小学校の時から構成作家としてお前。いやだからオリンピックは4年に1回行われるわけ、うん、夏のは、うん、冬で入れたら4年に2回ぐらいあるわけやな、うん、冬季も入れたら、うんうん、まあでも構成作家、今僕がやってる番組でオリンピックの情報必要な番組1個もないですからね。あー、そういうタイプだ。え、お前はどうなん？それで言うとYouTube という仕事をやりながら、うん、いろんな情報をこうね収集していかないといけない職業じゃないですか。そうですね。あ、そんなん言うんやったら、うん、ほんまに言うで俺。なんすか？収集してます。情報は。あ、本当ですか？あら、俺の早っ。俺はもうかぶりつくように、うん、Google でニュースずっと見てるんで。うん、ああ、じゃあもう新しい情報はもう全部。やっぱり興味ないものってあるやん。うん、さすがに、うん、はなんか偉いもんで取れていく、抜けていく。ああ、なるほど、ね。引き出しがもうガバガバ。ガバガバ。チャックガバガバ。でもオリンピックとか俺スポーツ若干好きやから、うん、ああそうかそうか、ちょっとこう入ってきたりする。だから僕はスポーツがそんなに興味ないからかもしれないですね、オリンピックで言うと。もう冬季も全部原田は原田、いやだから知ってはいます、見てはない。だからニュースでまとめて見てるとかそんなノリですよ。原田がフナキーだけどな。フナキー、ふなき、ふなきだけど、原田じゃなかったっけ。原田じゃないけどな、原田がふなきだけどな。まあまあ、わからんでもないですけど。めちゃくちゃええとこ出たな、俺。リュウジ、何の話してるかわかんないよ。いや、わかります、これは。え、わかんのそれ。ふなき、うん、
でも情けない話、じゃあ今年の今オリンピック、うん、リアルタイムで見てんのかって言われたら、うん、俺も見れてない。見れてない。それはなんでなんすか。逆にそのそんなに熱を帯びてオリンピックわーってやってたみんなわけじゃないですか。みんなそうだよね、うん、それはなんでなんすか。逆にもう今あなたたちからオリンピック熱1ミリも感じてないですけど。だから逆にこれは素敵な物語なのかもしれない。そうなん素敵な。やっぱり、うん、オリンピックに熱中してた時って、うん、こんな言っちゃあれだけど、うん、暇だったんだよ。あ、時間があったんだよ、うん、ああなるほど、うん、そこに情熱を注ぐぐらいの時間があったんだけど、うんうんうん、今、うん、やっぱりないからじゃない、その時間が。いい言い訳ができてると思う。もう言い訳ではあるんだ。どう？でも安武とか、うん、まあ、奥さんとかどうなの？好きやったりせえへん、うん、いや、むっちゃ好きってことはないと思うんですけど、うんうん、今日、その今日開幕かな、うん、開会式かなんかじゃないですか、土曜日、うん、はい、で、話してそんな話になったんですよ、うん、オリンピックの、はい、オリンピックやっぱテレビをやっぱそんなに見なくなったからやっぱ、うん、そのせいだと思うんですけど僕は、うん、テレビでめっちゃ特集やってたから、うん、そのあんまその昔よりは盛り上がってない感じがするけど今日なんだみたいな、うん、何個か見たいのはあるなみたいな僕は話してて、うん、で聞いたらいや結構やってるよって言って、あ、うん、うちの奥さんむちゃくちゃテレビっ子なんで、めっちゃ好きやな、ね、テレビ自体ね、テレビ大好きなんで、うん、なんか元タレントさんらしいで、え、そこからそこから、タレントっていうか元アイドルらしい。ええー、そっからお前お前すごいね。すごくはないんですよ。でも本当テレビ大好きだよな。だから結構やってるよ。まあまあそうか、ワイドショーとかでもな、オリンピック見てるっつって言ってましたね。だから多分そこに安武も夜中ね、はい、あのような夫婦時間とかなんやしてる時に、うん、奥さんがポンってテレビつけるやん、うんうん、オリンピックやってるやん、しかもたまたまこう日本人のやつやったら多分安武絶対見るよな、うん、見ます、ね、あと、そういうことか。夏はあのバスケもあるんで、あ、バスケ、ね、アメリカ代表、あ、なるほどね、見たいんで、あ、なるほどな、うん、はい、あとスケボー、うん、堀米選手、うんうん、ああ、うん、そうね、はい、そうだから家族にさ、うちもさ、はい、バレー好きやから、あ、はいはいはい、でしかも俺バレエ自体もみんな好きやから、うん、多分ついてたら部屋出ていくもん。そういうことか。リオちゃんはどうなの。リオちゃん全然見ないっす。あ、全くなんや。見ないっす、見ないっす。じゃあつけることもないねや、テレビ。ないです、ないです。あのだからバラエティを一緒に見ようっていう時はつけます。今地上波をビデオ以外でつけることないの。地上波だから録画するのをまず 見るんですよ。じゃあだからないってことか。で録画したのが終わるじゃないですか、うん、そうすると普通に地上波のやつをかけて、うん、その時たまたま2人に刺さる感じだったらそのまま流していくっていう。ああ、だから競技によるってことか。競技によるってことですね。だからトンリオはどの競技だったら刺さるの。あ、ちょっと見るってなるの。いやー、分かった。なんだろう、なんでも開会式とかじゃないと見ないか。お前さては競技も言えないな。いや、全然言えないですよ。だからそこのレベルなんや、だって本当に見れやったら。いや、見ない見ない。成果とかは。あ、見る。お前火好きだな。だからオリンピック、日本のオリンピックも、はい、開会式だけがっつりリアルタイムでちゃんと見る。マリオやったやんからやろ。いや違うな、それはあれでしょ。っっマリオは日本の時じゃなくてリオの時。1個前、あれリオか。それリオだったから見たんですか。やっぱリオ。いや違うわ、ややこしかった。リオが好きなんだ。結局どっちのリオ、どっちのリオが好き。リオちゃんが好き。お前リオちゃんっていうの。リオのこと。じゃあリオちゃんのことやな。東京ちゃんリオちゃんっていうの。東京ちゃんリオちゃんって呼んでる。いや、頭おかしくなる。何、頭おかしくなるな。頭おかしくなる。なんか今気狂いそうになったな。気狂いそうになった。なんかえずいちゃう。だけやから。え、でも僕あれですよ、あの新競技の、うん、あのブレイクダンス、うん、ブレイクダンス、うんうん、あれはもう僕実家の父と母もまあずっと全員今のブレイクダンスやってきたんでらしいな、まあ、はい、全員常に言ってたもんね。やってますね、うん、はい、だから新競技もなんかちょっと気になって見て、あれですよね、ブレイクダンスしながら 42.195 キロ、そう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 そ
結構早いですよ、18年だと。ブレイキングダンス、まあ、オリンピック世界記録かな。ブレイクダンスか、ブレイキングダンス、もう格闘技にもうやられてもダウンが、ブレイキングダンス引っ張られて、ブレイキングダンス言ってた。ごめん、終わりやわ。もうちょっと溺れさせてくださいよ、仕組みを。すまんな。いやでももうあと一歩でシュノーケル使ってたよ。いやそう、もう、もうちょいだったんですけどね。肺に水入ってた。でもさ、ここでみんな、ちょっと目覚まそうぜ、うんうん、ってなもんでさ、はいはい、トンボには悪いけどさ、うん、俺らのさ、やっぱ日本という国を背負って、うん、はいはいはい、代表で行ってるわけやから、まあ、そうですよ。だから俺はやっぱり応援するべきだと思うんだよ、うんうん、見る。だから今とりあえず紅茶飲むな。ああ、すみません。今紅茶くつろぐな。お前今紅茶、紅茶グビグビグビって今じゃない。美味しい無糖じゃないんですよ。今じゃない。喉乾いてる。やめてください。飽きるな。喉乾いやマジで、でも、うん、そのやっぱり俺らも時間ないから、うん、そのまあ、全部なんか見られへんけど、うん、こう家に行った時にふとした時にちょっと空く時間あるやん、その時にパンってつけたらやってるよ。まあ確かにそうか、その時日本選手が出てるかもしれない、その時は全力で応援しようよっていうことですよ。確かに、うんうんうん、やりましょう。やるんですね。何がやね、何をやね、ごめんな今日よ、うん、じゃあ応援するんですね。どうした俺、うん、するっつってるだろう、うん、テレビパッとつけて、えテレビをつけて、意外何があんの。テレビをプッと全然、でも困ってたら全然僕違法アップロードあげられない。オリンピックを違法アップロードすなお前。よろしければマジでいっぱい上がりそう。上がりそう。確かに。オリンピックのめっちゃダメですからね。そりゃそうだ、よくないよ。すいません、ちょっと長くなってしまいましたが、質問いきましょうか。はいはい、はい、というわけで一旦広告です。はい、さあでは安武さんお願いいたします。はい、屋根裏ネームなっちょんです。なっちょんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。質問です。皆さんは子供の頃親から言われた言葉で今でも心に残っている言葉はありますか？私は父から家でいきなり声をかけられてびっくりするのはやましいことをしているからだと言われたことです。それ以来確かにそうかもと何回も感じました。皆さんのエピソードを添えてお聞きしたいです。なるほどな。俺ね、これ話したこと、俺が、うん、ネギトロが食べたいのに親父に食べられてて機嫌悪なった話ってしましたっけ？何それ、してないですか？もしかしたらしてるかもしれないですけど、うん、それかぶってたら申し訳ないですけど、うん、あんま覚えてないな。その時に親父が言った一言が僕いまだに忘れられない一言があって、うんうん、なんて、僕がネギトロを楽しみにしてたんですね、晩ご飯の時に、うんうん、そしたら親父が酒のつまみでそのネギトロむっちゃ食ってたんですよ。美味しいからな。ほんで俺むちゃくちゃ腹立っちゃって、まあ腹立つな。でむちゃくちゃ不機嫌にしてたんですよ、うんうん、そしたらおかんがもうフライパンみたいなガチャーン叩きつけて、ほら、え、機嫌悪いんやったら食うなーっつって言うて、いやいやいや、機嫌悪いんやったらしーの食うなーなんで食うなの全員で何人か、トンボ以外のメンバーが姉ちゃんと親父とあとワンちゃんとちゃんいるから、そんなんだったら俺はもう一気にハッピーになってますよ。天井裏から忍びみたいなポンと降りてきて食うなーってシュッめっちゃいいやうち。いやそんなお母さんが珍しくドーン、いやだからまあ僕も思春期の時ってようおかんとそういう揉め事ってあったんで、まあ、思春期でおかんはおかんでバチェコーンって切れるタイプではあったんですよ、当時は。あんな優しいのに。ほんで俺もそれでなんかもう腹立っちゃって、それに俺も、まあね、もう飯の途中だったんですけど、うん、バーンって言って部屋に戻ったんですよ。思春期やな、はい、うん、ほんで部屋にいたら親父が来てバーって、うん、で「おいどうしたんや大輔」っつって「おう、なんか機嫌悪いに何があったんや」って言ってきたんですよ、うん、親父やからな、うん、だけど親父のせいなんですよ、要は腹立ってね。そうね、だけどなんか言えなかったんですよ、うん、その恥ずかしさというか照れもあるし、うん、いや直接言うのもちょっとなみたいな、そうそうそう、いろんな思いがある。だから俺はもうね、おかんがもう腹立つって言っちゃったんですよ。あら、うん、そこで本心ではないことを、そうそうそう、うんうん、そしたら親父が俺はお前の味方だっつって俺の味方って言ってほんでバーってリビング行っておかんに向かっておい大輔がお前のことを嫌っとるぞって。すごい。
すごい速度でねじれていってる。ねじれた。そしたらおかんは私が何したっていうのっつってそこでバシンってまた切れたっていう。その時の親父のお前大輔がお前のこと嫌っとるぞっていうその一言がね。もう忘れられない。親父おもろいな。もっとあるやろ。もっと方法が言い方もあるし言い方あるんすよ。それが俺忘れられないっすわ。めっちゃ俺別に何かを学ばしてもらったわけでもない全然ないっすよ。ネギトロ食べててそんな速度でそんなこと言うんやと思ってね、衝撃の一言だったんですよね。面白いですね、それは。それはちょっと忘れられない。あ、そういうのもありってこと。まあそういうの分かんないです。全然答えてほしいこと。いや全然いいんじゃないですか、うん、記憶に残ってるっていう意味で。そっち系だと一個パンって思い出したのは、はい、本当にまあうちのおかん、俺 おかん一人で育ててもらってて、うん、で兄弟俺年離れてるからようしょっちゅう外遊びに行ったりなんか、はいはいはい、でおかんがこう仕事ずっとやってんねんけど、たまに帰ってきては家事をやるみたいな。うん、でもめちゃくちゃ疲れてんのよ。大変ですよね。もうね、喋れないぐらい疲れてんね、やっぱり。うん、だから俺もやっぱ気使うやん、はいはいはい、あるその時も夕方一回帰ってきて、うん、もうただいまみたいな、うん、おかえりーって、ただいまーとか、ただいまーみたいな感じで、もうノールックでもう洗濯物のとこ行って、で干してあったやつをこうなんかまあリビング言うほどのもんでもなかったけど、そこに今みたいなところに持ってきてシーンとした状態畳んでんのよ。もう休憩するわけでもなく枠やね、うん、うわ。でも俺も手伝おかって言いたいとこやけど、これがまた思春期やね俺、うん、そうそうそう、まあおかん頑張ってなぐらいの感覚で言えないんですよね。そう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 。で当時やることもあんまりなかったから、確か漫画かなんか俺読んでたから、ね、うん、で何もシーンとした状態で、うん、でおかんがへこいたんですよ。あ、お母さんね、うん、でおかんが「えっ!?」って言ったの。俺そん時のおかんの顔と、うん、あのボリュームの映画忘れられへん。めっちゃ疲れてたのに、ただいまって言ってた人がえぇ、ー、って言うて、その間とかも完璧だったんですよね。完璧だったの。ちょっと離れた距離でお母さんね、おもろいだよな、やっぱ多分信じられんかったよな、うん、自分がしてしまったことがというか、疲れて、こんなに疲れてんのにそんな音出んねやみたいな、なんかいろんなあったのかな。ちょっとこんなん聞きたいとちょっと いやでもいいんじゃないですか。大丈夫かな、大丈夫かな。別にいい言葉っていうか心に残ってる、心に残ってるっていうのが心に残ってる言葉。でもそれで言うとポって一個言うと、あ、俺は、はいはい、あの犯罪以外やったら何してもええかな。あー、なるほど。それはでもあれですよ、バレなかったらいいじゃなくて、うん、本当に法に触れることだけは絶対にしないでくれっていうことはやっぱりずっと守ってる。なるほどね。ちっちゃい時に言われた言葉でね。そう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 。なるほど。僕でもその今ちょっと思い出したんですけど、うん、うちの母親なんですけど、うん、これちょっと前振りがあれなんですけど、まあそのすごい不機嫌でずっとうちの母親が僕に対してこう生活してたんですよ。ある時ね、はい、母親が、母親がなんか不満げに、うん、どれぐらいの時、高校生です。吉富が高校生、高校生の時になんかこう言いたそうな感じで、うん、ずっとこう不服な感じでこういたんですよ、うん、でもういきなり突然言われたのが、あんたね、犯罪しても何してもいいけど自分で前髪だけは切らんといてって。その要は高校生ぐらいの時って自分で前髪切ったりするじゃないですか。それ変になるから、うん、でうちの母ちゃんは僕のことがすごく可愛いからいるから変になってるのも許せなかったよ。もう犯罪しても何してもいいから前髪を自分で切るのはだけはやめてくれという。だからそこを振りにしたかったんやな、はい、要は犯罪してええなんかほんま思ってないけど、それぐらい嫌なことだよ、それぐらいやめろと。なんで不機嫌やったん。いやだからもう なんかだから言うべきかどうかもまあ考えてたんだと思うんですけど、前髪を切らないでほしいってことめっちゃ可愛いやん。小さなことではあるので、うん、あれだけどやっぱ納得がいってなかったと思うんですよ。そうか、好きだったんだな、お前のこの、なんで自分で切るん、可愛い。だからそれはちょっともう、うん、
笑っちゃったんですけど僕、うん、笑っちゃうな , 笑っちゃったけどなんか覚えてて、でも結局吉富少年は切らんかったん、自分で前髪を。いやだからもう 切った後だったんです。それはもう短い前髪を見て、あ、自分で切った後やったん、自分、はい、あ、それ以降は、あ、確かにな、言われていい、それ以降はでもその言葉が刺さってもうやめました、うん、あ、お母さんの言葉が刺さった、はい、そんな怒られるなら、へえ、でもよかったな、今思ったら、もしお前カッパなってたらお母さん発狂してたんじゃん。いや、そうっすね、確かにね、確かに、かわいい翔太が、知らねえよお前が持ってきたんだからその罰ゲームというか、そうやな、お前めちゃくちゃ負けたからな、確かに、そういえばめっちゃ負けてたな、そう、そのお母さんがそう言ってんだったら持ってくんなよカッパ。まあでも、うん、チョロがいたからね。いや、チョロにも負けてたからね。そうなのよ。あ、でもカッパだったら前髪じゃないもん、ね。チョロには勝ってる。チョロには勝ってるんですよ。勝って回避してるんですよ。そうそう、あ、そうか。眉毛をね。チョロ様様なんですよ。あ、そうだ。チョロには負けてないんか。うん、そうです。あ、そうだそうだそうだ。そうかそうか。そうやな。そうですね。まあでもあれはもう僕が持ち込んだんで、うん、まああれで負けてたら本当。母ちゃんが大変なことになってた。でもやっぱその時の言葉があるから、うんうん、前髪っていう発想にはなんなかったんだろうな。そう、後頭部をカッパにしようになったんですよ。前髪はいじっとないよ、前髪はいじらない、じゃあ、うん、母ちゃん後頭部ならいいよなっていう思いがあった。そうそうそう、あ、カッパならオッケーってなってたかもしれない。いや、ていうか、まあカッパでも前髪でも俺らがやるけどな自分でじゃなくてなまあ素敵な話、まあまあ、なるほどね。ユージとかありそうやね、なんか。そうですね、うん、そうですね、言われていや、でもなんかあるやろ、お父さんとかなんか言いそうやんか、リュウジに。えか、リュウジ、うん、確かにね、お父さん。あ、でも小さい頃から言われてたのは、うん、タオル畳むのめちゃくちゃうまいねって言われてで、僕それでお母さん、お父さん、お母さんですで、嬉しくなってずっとタオルばっかり畳んでたんですけど、よく畳んだらこう手伝ってほしかっただけなんだけど、あ、そういうことか、乗せられてた、かわいい、なんか両方かわいいな、めっちゃかわいいやん、両方なんだこのエピソード、かわいい、嬉しくてタオル畳んじゃ う、ね、かわいいな。でも実際うまいんちゃう、リュウジってやっぱりさ、はい、剣道ってそういうのなんかすごいやん、畳んだりする、うん、なんか所作がね、あ、そうですね、うん、ただ剣道始める前だったんで、本当にただただ畳んでただけでっていうのは上手だな、お母さん。そうですね、これヤスタケはもうすごいんじゃない、これはもうボジョレーヌーボーの解禁日とかそういう系、そういう系ですよ、絶対に。お母さんなんか言いそうやんか、そうそうそう、あなたねっつって、うん、今年のボジョレーはね、ボジョレーの解禁日はおかしいだろ、忘れちゃった、子供に、なんでワインの解禁日子供に言う、犯罪してもいいけどボジョレーヌーボーの解禁日だけは忘れちゃった、バカじゃねえかってお母さん言ってる、言ってるよ、絶対言ってねえよ、言ってるかもかもってなんだよ、セーヌ川でカッパを見たわみたいな、これなんだよそれ教えでもなんでもねえじゃねえか、感想じゃねえか、それの妄想の、でも印象に残るやろお前、その印象残る、そんな面白いこと言ったら別に何も面白いこととか言わないっすもん。いや、皿の部分にプラダって書いてあったカッパセーヌ川の面白えなうちのお母さん嘘じゃねえかも、もうちょっと面白くなってたもん、そしたらもうちょっと売れてたわ、ないの、なんかお母さん、絶対母親からなんか、うん、熱いお母さんやね、熱いですよね、お母さん、俺も2人で一回喋ったけど、うん、もうやっつえお母さんとか、でも逆にあのお母さんあれか、言わないっていう、背中で見せるパターンの、なるほど、実は昭和気質やね、うん、俺は喋って感じてん、あ、まあでもそうっすね、そうよな、ゴリゴリの昭和気質、気質よな、うん、言わないでも分かるでしょ、なるほど、っていうタイプだからあんまないかもしれんな、ないっす、うん、なんかちっちゃい頃に、うん、あの妹がいたんで、その、うん、女の子には優しくしろっていうことで、あ、いいです、うん、レディーって言ってたやろ、言ってない、レイガールかな、じゃじゃ言ってない、レディ、レディ、レディ、発音の問題じゃない、レディオって言ってた、なんでラジオなんだよほんで俺ラジオ好きになりましたじゃないよレディオ、違う発音どうでもいい、レディオ、間違えてるし違うんですよ、女の子妹がいたっていうのもあるし、うん、まあ当然じゃないですか、まあね、女の子にはその手あげないとか優しくしなさいよっていうのは、うん、結構ちっちゃい頃から言われてたと、うん、あとまあ、 あの全部自分の責任だと思いなさいっていう、その人のせいにすんなってのむちゃくちゃ言われてる、あ、なるほどな、
それでもピーポーって言ってたんでしょ。ピーポー人のせいに、ね、そうそうピーポーって言ってた。ずっと間違えてる。西川ピーポーって言ってた。キーボーのことみたいなな。言わないよ。そんな何話じゃない。西川ピーポーを見なさいって言ってた。何それ西川ピーポーって変なお母さんやな。変なお母さんだとしたら素敵やね。そういうなんか真面目なことをちっちゃい子に言われましたけど、そっからさっきは別に何だろうな。いやでもそういうとこが本当に俺は大事だと思うよ。もうあるないでやっぱり残っとるやん頭に。残ってますね。確かにね、言われたことはね。そうそう、だから俺もたくさん言うもん子供に。うんうんうん、あのそういう注意もそうやけど褒めることもめっちゃ大事というか、うん、そうそうそう、なるほどなるほど。だから今んとこお前なんかお前のこと嫌っとるぞしか出てないけど、ああ父親から言われた、なんか素敵なことないの。素敵、いやもうないですね。あんなダンディーなお父さんだったらいろいろ言ってくれてそうですね。あと印象に残ってるのは、うん、親父の言葉でなんか中止、なんか変なところに車親父が止めてた時に俺助手席に乗ってたんですね、小学校ぐらいの時かな、うんうん、ほんでなんかパパーって言われて、うん、変なとこ止めてるからね、うん、止めてるからパパーって言われて、それで親父がバーンって窓開けて、もう出るから待ってってくださいよそれがちょもうお前ちょもうさおもろいなお父さんそれどういうこと、どの立場から下から言ってるけどちょっと怒ってるそう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 、俺悪いの親父やしなそんなポップ鳴らさんといてくださいよもう出るからなそれが、うん、それは耳に残っちゃうね。面白いなお父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、はい、我々の親は最高ですよ。最高の親です。はい、はい、すいません、お便りありがとうございましたね。はい、またこのようなお便りなお悩み相談だったりとか、はい、お待ちしてますんで、ぜひですねあのコメント欄にいただけますと幸いでございます。はい、じゃあまた来週は誰か分かりませんが、はい、やりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。というわけで以上、岡井作とトンボとヤスケとリュウジとヨシトミでした。ありがとうございました。ありがとうございました。